新築市で食べ歩いている松。この店には卵焼きやシエピンの他にも人気メニューが多いようです。続いていただくのはトーサーパオ。これがね、トーシャーパオ。これはあんこでしょ、うん、トーシャーっていうのは何回か食べたことあるし、あの看板とかで見たことあるからね。中が全く分かんない、もう白いふわふわの、お、この甘みの出し方が今まで台湾とか日本で食べた小豆の甘みとちょっと違うんだよね。この正体は何だろう。普通のあんまんと味わいの中身とは、トーシャーパオ、トーサーパオ、里面是红豆，红豆啦，红豆煮成泥呀，煮成泥，啊啊啊，对，煮成泥，嗯，红豆的，红豆是从哪里来的？红豆，台湾的，红豆，这都进口的比较多。啊，进口的，啊，比较多，啊，这怎么做？那个红豆要用。蒸的，啊，蒸是要隔水，隔水蒸熟，蒸熟，嗯，蒸熟再把它磨成泥啊，再打成泥，嗯，打成泥，它一半是红豆，一半是黄，不是完全是红豆，是黄地豆，日本那个抗癌那个黄地豆，啊，黄地豆是打成泥，红豆是加在上面，是整颗的，这样看起来就比较好看，做起来豆沙包啊，里面的馅，嗯，同じこしあんでも初めての感じだからね、表現はすごく選ぶんだろう。甘さは抑えながらまろやかさを出しながらちょっと粒の部分残してね。多少包的外皮的面粉，面粉的哪里的面粉的？那个特别的味道。面粉的。面粉的花那个是花香。啊，特别的做法吗？嗯，一般的也是这样子花香，也是用老面花香。そしてこの生地のもちもちはちょうどいいね。これもしっとりしすぎずに、乾燥しすぎずに、ふわふわの柔らかさがあるから。これもまたいけるんだよね。この組み合わせ最高。あんべつ、さらに皮にも独特の食感があります。そしてみーちゃん、松が以前飲んだことがあるみーちゃんよりも濃いているように見えます。これがみーちゃんね。みーちゃんは1回確か飲んだことあるな。こういう風に飲んだのは初めて。わあ、ちょっとピーナッツのあのフォアセンみたいな味がするね。うん、でもほんのり甘くて品があるよね。これそういう風な優しさがあるね。これどういう風に作るんだろうね、みーちゃんって。まあ米原料にはなってると思うんだよね、その名前の通りなんだけど、これを飲んでると、まあ、体にどういう影響があるか、まあ、直接的な理由は分からないけど、なんかリラックスできる。やっぱり普段からこうストレスとかプレッシャーとかいろいろそういう中で仕事してる人とかいうのは、こういうみーちゃんをね、ゆっくり飲む時間を作るといいんじゃない？うん。続いては豪快なようなサンド。卵と肉を挟んでいます。マントローパイタンカ、これは初めてだね。名前もちょっと馴染みがないんだけど、これ肉と卵か。生地自体が豆腐みたいにふわふわしてるね。うん、わ、口に入れた時のふむ感ってすごい。で、あの
一見あのファストフードとかにあるメニューみたいな感じはするよね。肉とあの卵を挟んだようなハンバーガーのような感じだったけど、でもやっぱそこは違うのは、こうなんとかな、この生地の挟み方もそうなんだけど、このやっぱり上の部分じゃない？手作りの良さが伝わる一品。この卵は多分この卵たいと思うんだけど、ふわふわの感じ、やっぱふわふわだったりとか、一つ一つの素材にこだわってる感じはすごくする。人間がこう人間のために心を込めて作ったっていう感じがすごく伝わってきて、味としては豚肉に胡椒がかっててね、食べ応えがあるね。やっぱ胡椒の大事、何と言ってもこの菌のふわふわやね。卵とこの肉のバランスもいいし、これもまた、いや5品全部違う、それぞれの特徴があるんだけど、それぞれがなんか全部満足できるというね。マッツの台湾食べ歩き、まだまだ食べ歩くの？そうです、まだまだ食べ歩きます。